見えます。心の目で心の目で見える心の目で見える。ほんとに液体の状態ならあんまり分かってるから、なんかそれっぽい雰囲気ある。いや、これはもう青いっすね。これは青いっす。青に見えないやつを頭を、まあ、そこまでいいよ。結構発泡スチロールとかに入れてこうやって見るとああ青いなってすごいよくわかるんですけど、めちゃめちゃ青いな。うわ青いっすね。完全な青ですね。ああ完璧な青です。青すぎる。いやそう全然見えてない。白白白白白白正直だと言ってもじゃないですよ。どっちの心が腐ったんだろう。タンク詰めて、はい、でまた出してとか。いやいや、まだあの、まあ、よりみたいな感じ。あ、よりですか。ここまでの缶をずっとよりしてあげてるところですね。よりしてあげないとずっとこれ蒸発しちゃうので、ある程度冷えてないと。で、まあここまで冷やせるところまでは冷やしてあげて、でここから先ですね、ここに今ちょうどバルブ見えてると思うんですけど、はい、ここが充填弁になっていて、うん、ここを開けるとここの流路を通ってこの機体の中です。ちょうど今ここ見えてますけど、ここに、あ、そうなんだ、ね、あとは中にもバルブが、電動バルブついてるので、それとそれを開けてあげると中にもという感じですね。まあ、今日なんかで言うと、その中に入れた液体酸素をそのまま全部排出するので、うん、ここにまた排出の流路があってですね、こっちですね、こう安全な位置で、ここからブシャーと、まあ今ここから出すみたいなのをここからブシャーとこれ出してくるっていう感じですね。ずっとケーブル、あの引いてるやつを今冷やしてるところですか。そうですね、これです。触るとすごい冷たいな。うん、あ、一応巻いてありますけどね。巻いてるところ触る分にはそうなる、結構断熱しっかりしてるんで、まあ、ずっと流し続けてるとやっぱここにも脂肪ついてきたりします、ね、それこそあのこう今フランジが露出してますけど、フランジは真っ白です。本当だ。ああ本当だ。入り始めるとまた面白いですよ、うん、結構タンクに脂肪がつくんですよね、うん、バーッと。おーここら辺がこうですね、全部真っ白になって、なんかタンクよりかなり手前までしか予定していないように見えるですけど、そこから先そのタンクとここのポイントの間は、はい、ここの間は入れながら予定する感じですね。あ、そうなんです。しばらくは液では入らないですね、まあ、それこそタンク自体もまあ、これでいう予定をしてあげないといけなくて、うん、初めの数十分はずっと予定ですね。あ、理解しました。入るは入るけども、はいはい、どんどん蒸発してしまう。この流路自体がもともと今予冷しているラインでも結構長くてですね、ここに、ここですね、ここに C のタンス、うん、タンクがあって、ここがぐーっとこのラインですね。ずーっとで、この下のブリーチングを通って、ここを通って、ここですか、ここからこう通って、こう来て、こう来て、なんか上に上がってくるよね。そうなんですか。こう予定するだけでも結構全然違います、はいはいはい、流路としては。なるほど。もう予定終わったと思う。このまま最初確認して人員が対して、こちらから遠隔でこの弁ですね、はい、この弁を動かしてあげて中に充填を始める流れになります。気分だけで満足して。ありがとうございます。もう十分青かったんで。青かった。じゃあ戻ってください。そして液面系の動作を確認してください。